八ツメカミキリユーテトラファオセロッタは、カミキリムシ科の昆虫の一つ。小柄なカミキリで、灰色ないし黄色の背面に黒い斑紋を持ち、特に全子の両端沿いに四体の斑紋が、並んでいるのが目立つ。全体に、灰色から黄色を帯びた、観覧色の短い毛を密生しており、頭部と体の背面ではこれに黒い剛毛が、混じっている。体長は13から19ミリメートル。 頭部の後端近くに2個、複眼の後ろに1個ずつの黒い半紋があり、全胸背では中ほどに方形に並んだ4個の黒縁と、その、左右ヘリ沿いに1体の黒縁があり、前肢ではその肩部分が黒く、また円沿いに4個の丸い黒縁がほぼ等間隔に並んでおり、それらの半紋の間は、色が明るい目となっている。ただし変異もあり、全体に、 黄色みを帯びないものや黒色の反紋が退化した個体もある。頭部は前が垂直になっており、触角は体長より長く、また第三節が第四節よりはるかに長くなっている。また触角は黒いが第三節ではその後半部が海力色になっている。前胸は円筒型で棘はない。前肢の背面は扁平になっており、側面は背面に対して、 ほぼ垂直になっており、先端は切り落とした形よりやや丸みを帯びる。腹部の微端の節は他の節より長く、特にメスでは前肢の端を少し越えており、その背面の正中部には縦溝がある。ふわしは短め。日本には広く分布し、北海道、本州、四国、九州、それに、壱岐、津島、伊豆大島、久島、沖縄から知られ、 国外では台湾に分布がある。成虫は5から8月に出現し、温帯樹林帯の梅、桜類の幹に多く集まって見られる。なお、本種の体色はそれらの樹皮によく見られる梅の木ゴケなどに紛らわしく、それに対する保護色であると考えられる。成虫は梅、桜類の生きた葉を食べ、メスはそれらの伐採木や生きた樹木の損傷部の 周りなどに不明瞭な紙傷をつけて、そこに散乱し、幼虫は樹皮下を食べて成長し、幼化する際には、材部に浅くも塗り込んで、さなぎ質を作る。本種の所属するシナカミキリ属は、アジア産の数種からなる、小さな属で、日本には以下のような種がある。それぞれよく似ているが、むね半門で区別できる。以下、種として、石井保果編。 p1248、林田編長、p135 から136、林田編長、p136 以下も、林田編長、p136、大林、新里編長、p654、大林、新里編長、p653 から 654? ありがとうございます。